アーダルベルト・クーン・フランツ・フェーリクス・アーダルベルト・クーンは、ドイツの文献学者、神話学者。インドヨーロッパ語族の比較言語学研究を基礎に、戦士研究や、比較神話学に進んだ。このエルンスト・クーンは、インド学者。クーンは、ノイマルクのケーニヒスベルクに生まれた。1833年に、ベルリン大学に入学して、フランツ・ボップにサンスクリットを学び、また、 古典文献学とゲルマン学を学んだ。1837年に博士の学位を得た後、ベルリンのケルンギムナジウムで教えた。クーンは、ヤーコップ・グリムのドイツ神話学に影響されて、風俗、伝説、民話を収集、研究した。比較言語学研究を手がかりとして、戦士研究へと進み、インオー語が未分化の時代の文明を探った。クーンは、 比較神話学の創始者であり、言語学の手法を神話学に応用した。1852年に、ドイツ、ギリシア、ラテン語比較研究士をテイオドール・アウフレヒトと共に創刊し、その最初の編集者となった。それとは別に1858年には、アウグスト・シュライヒャーと共に、アーリア、ケルト、スラブ語比較言語研究士を創刊した。 二つの雑誌は1875年に合併して、陰謀語比較研究誌と改名された。この雑誌は編集者の中から通称、クーン誌として知られ、ドイツにおける陰謀語比較言語学の主要な雑誌であった。1988年に、歴史言語研究と海外の上、現在も刊行されている。1881年に、ベルリンで没した。ありがとうございます。